ヤワタヤマ駅は東京都杉並区上高江戸一丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王東関区所属駅番号は50杉並区最南端の駅であるなおヤワタ山は世田谷区の町名である島式ホーム一面二線と外側に通過線二線を有する高架駅である元々は地平駅で 1950年代には2600系、2700系の3両編成が充当された各駅停車が通過するほどホームが小さかった。当駅の高架化工事は笹塚長府間の複々線工事で環状8号線の横断の問題などもあり早めに着工され当初は相対式ホーム2面2線の形態で高架化された。その後島式。 相対式で抽選を有する二面三線の形態となり、抽選は朝ラッシュ時は、上り線の対比で、日中以降は、下り線の対比として使用されていたが、1987年頃に、下り、本線の南側に通過線が設置され、上り本線上の相対式ホームが、使用停止され通過線となり、現在の一面四線の形態となった。 相対式ホームは使用停止後も長らく残されていたが2001年8月頃に撤去された。また、路下公園駅よりに重量編成対応の電流線が2本あり、非常時の折り返し運転の際に使用されるほか、2006年9月1日のダイヤ改定以降毎日夜間に2編成が留置されている。なお、この留置線は周辺で行われている。 連続立体交差事業に伴い廃止される予定である。ホームと改札口の間にエレベーター1機とエスカレーター上下各1機が設置されている。トイレは1階改札構内にある。かつてはかなり奥まった場所にあったが、駅改良工事の進捗により2006年3月頃に六花公園駅か高段左隣に移転した。ユニバーサルデザインの一環として、 オストメイト対応設備を備えた、誰でもトイレを併設している。高架下は2005年まで、京王クラウン街八幡山と称する商業施設で、あったが、2005年から2006年にかけて、京王リトナード八幡山に改装されており、京王ストアなど30店舗が入居している。東隣の上北沢駅とは600メートル、西隣の六花公園駅とは700メートルしか離れて、おらず、 上北沢駅に至ってはホームが見えるほどである。2020年度の1日平均乗降人員は3万1425人である。区間急行通過駅では最も多く、急行、区間急行停車駅の桜上水駅よりも多い。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。周辺は住宅地である。 現在の駅名である、八幡山は、駅の東南側にある、八幡宮に由来する。ありがとうございます。